KPMG 全米女子プロゴルフ選手権事前情報23日アトランタアスレチックシーベジョージア州6740ヤードパー72渋野ひな子の2021年ドライバースイング連続写真2021年の海外女子メジャー第3戦 KPMG 全米女子ゴルフ選手権が日本時間の今夜開幕する開催に先立ち 出場する日本全4人が大会を放送するワウワウのインタビューで意気込みを語った。4月から米ツアー遠征に出ている渋野ひな子も調整段階から元気な姿を見せている。全米オープンに比べてラフも深くなっていて、グリーンもちょっと遅めなので、私の好きなコースではあると。仕上がり。 具合とコースコンディションがマッチしそうな雰囲気だ。4月の ANA インスピレーション。3週前の全米オープンでは予選落ち。メジャーで予選落ちが続いているので、しっかり4日間戦って、いい気持ちで終えられるように頑張りたいと思いますと。まずは週末行きのキープを目指す。 今大会終了後の東京五輪代表決定についてもまだチャンスはあるので頑張りたいと気持ちを新たに望む。国内で戦う稲見もね。ここはやかの動向次第だが、二人を逆転して出場を決めるには全米女子プロで単独5位以内が最低条件。最大限の力を出すことができればと。 最終決戦に臨む。今週の大会を終えると一度帰国する予定。来期の米ツアー出場権獲得を目標にやってきた3ヶ月の集大成として、結果を残す構えだ。以下。その他の日本勢コメント。笹生ゆか、3日間うが降ったけど。 その中でもコースはすごく綺麗ですごく長いです。ティショットがすごく大事になってくる。フェアウェイにいっぱい打って、グリーンにも乗ったらいいなと思う。グリーンは全然綺麗で雨が降った感じはなかった。本当に楽しんで、いいゴルフができるようにしたい畑岡奈社。フェアウェイは日本の芝。アーカンソー。 初優勝大会の芝にすごく似ていて、打った時の感触がすごくいい。ラフは思ったよりも長くないけど、水を含んでいるとすごく重かったりする。ティショットをフェアウェイに打つこと。今のところグリーンは柔らかいので、キャリーでピンを狙っていける。今週は2パットでしっかりパーをセーブするのも大事。 あまり攻めすぎて、池が絡んでくるところもあるので、ロングパッドが残っても無理な攻めをしない方がいいかなと思っている。次のオーディオビデオでお会いしましょう。 松山英樹は全米プロの練習ラウンドで、使用女子のメジャー大会で、ショット前のルーティンに変化が現れるか、今大会では、ラウンド中に、選手、キャディの距離測定器の使用が認められるが、実際に使う、使わない、大会を中継するワウワウの質問に、渋野ひな子。 畑岡の社が答えたこの2人のうち歓迎派は畑岡2018年はプレーオフの末に昨年は3位と高愛称の大会で優勝を目指すと高らかに宣言したがさらに精度の高い判断ができることを喜んでいる様子だいつもだったらフェアウェイにペイントがあって補足できるが 今週はそのの印がないので、アングルによっては2から3ヤード違うこともあるそこをチェックする意味で使うのはすごくいいコースの特徴も踏まえるとさらに強い味方になると考えるキャディが補足で距離を測る時間を短縮することができるためプレーが早まることなどが目的とされた しかし5月の全米プロ会場ではスピードアップにはつながらないという声も聞こえ実際に導入派これまで通りの補足派などリアクションは様々だった今週はどれくらいの選手が使用するのだろうか笹生優か、畠岡奈車渋野日向子上原綾子が参戦 海外女子メジャー海外女子メジャーの KPMG 女子 PGA 選手権は24日。米ジョージア州のアトランタアスレチック C6831 ヤードパー72を舞台に開幕。日本勢は佐藤ゆか、畠岡奈社、渋野日な子、上原綾子の4人がエントリーしている。22日に 予選ラウンドのペアリングが発表となり3週前の全米女子オープンを制した笹生はレクシー・トンプソン・米インビー・パーク・カントのメジャーはし組に畑岡はソフィア・ポポフ・トクブロンテロー・ A とプレーすることが決まった逆転での東京五輪代表入りを目指す渋野ひな子はアリア・ジュタヌガーン タイ。クリスティカー、ベイとのペアリング。上原は、マリア・ファッシメキシコ。チョインジ、カンと、同組となった。このほか、2週連続優勝を狙うネリー・コルダ、ベイ。前回発射のキム・セイヨン、カン。世界ランキング1位のコ・ジオン、カン。ブルック・ヘンダーソン、カナダ。 リディアコ、ニュージージランド、ミッシェル・ウィー・ウェストベイラが出場する次のオーディオビデオでお会いしましょう米女子、プロゴルフツアーメジャー第3戦全米女子プロ選手権24から27日米ジョージア州アトランタアスレイコール6740ヤード パー72東京五輪代表争いの最終決戦で日本勢4番手の世界ランク31位から逆転での代表入りを目指す渋野ひな子サントリーが開幕前に意気込みを語った3週前の全米女子オープン予選落ち後はほぼ毎日練習していたショットは今まで通りあとは 全米女子オープンでアプローチパターで悔しかったのでそこを多めにやった米国に来て3ヶ月だんだん自分のたて離を把握して打てるようになってきているショットに関して手応えはあると語った攻略のポイントをセカンドを打ちやすいところにティーショットを置くことが大事 バーディーチャンスにつけられるようなショットが打てるようにと見据えた全米女子オープンでは笹生優花と畑岡奈社のプレーオフをテレビ観戦し手に汗握るように2人のプレーから刺激をもらえた自分ももっと頑張らなきゃと思ったと決意を新たにした上位2人に与えられる 東京五輪出場権争いでは5月以降は代表圏外に渋野日向子はあまり気にしないようにしていたけど日本代表で出たいという思いもある4番手でかなり厳しい位置ではあるけどそこまで気にすることなく回れたらいいかなと思うと強調したその上でなるべく上位に食い込んで まだチャンスがああるる位置ではある今の自分の最大限の力を出すことができればまだまだチャンスはあるので頑張りたいと力を込めた日本女子の世界ランク上位1畑岡奈社11位2位浪萌二、ね、25位3小康綾二28位4渋ひなこ子31位渋のひな子が日本勢2番手に入る。 条件最低条件は今大会で単独5位以上稲見古功が国内ツアーで予選落ちした場合渋野日向子が24ポイントを獲得すれば浮上する自力で2番手に入るには今週2位60ポイント以上が必要仮に稲見が優勝した場合も渋野日向子が計算上では上回る 次のオーディオビデオでお会いしましょう。